昨日大村湾でこんなイベントが行われました。波静かな大村湾、只見図書館の裏の海岸沿いにずらりと釣り客が並んでいました。昨日第7回大村湾ファミリーチヌ釣り大会が行われ、多くの家族が参加しました。大会は釣ったチヌの3匹の総重量で競います。今日はどうですか、釣れましたか。まあ、お、出してくれますか。まあ、釣れたの。お、これは どなたが釣られたんですか。お、すごいすごい。そこのお嬢、お父さんじゃなくて、うん、え、ちょっと多いね。でかい。すごいやん。すごいの釣ってるじゃん。あ、何ですか。ネイタです。ちっちゃかです。あ、これでもちっちゃいね。どうですか、魚釣りは好きですか。まあ、はい。その時釣れた瞬間に立ち会えました。どうですか。赤ちゃんでした。勢いいね。これはどなたが釣ったんですか。これは子供です。僕の子供です。はい、持って。こんにちは。釣れるとね、今釣れた。また絶対になるよね。はい、すごいね。達成感。今日釣ったのは初めてですか。今日は何匹目。2匹目。いや、3匹目。すごい。そしてこちらのご夫婦も釣っています。結構こんなところで大きなですね。おお、でかっ、うん、これすごい大きいんですけど、ね、びっくりしました。45センチぐらいですね。あの、うちの家内がですね釣りました。待って、奥様は釣りはどのくらいですか、されて。うん、年に1、2回、うん、私についてくるぐらいですね。結構ですね、あの、連れていくんですけど、あの、当たれば大きいやつがいつもですね。そして12時、長与シーサイドパークで計量開始です。40組の釣り客が自慢の魚を持ってきます。マジ、うわ、ほら、31グラム買った。血の出とらんやつは買っとったわ。あ、本当ですね。あら、うわ、でっけえ。計量が終わると表彰式です。おめでとう。釣りは誰と一緒に行くんですか。いつも。いつもはパパとです。今日たくさん釣れたね。釣れた、20匹。20匹ぐらい釣れた、じゃあ今日は親子で大満足な感じ。そうですね。和気あいあいと行われた釣り大会でした。おお、楽しそう、うん、結構うち海でもあんな大きいの取れるんだね。そうですね。この大会、あの、大村湾の中であれば釣る場所はどこでも OK だったということで、うん、もう皆さんいろんなところでね、うん、なんかお気に入りのスポットなんかで釣ってこられたと思うんですが、ね、はい、チヌってどんな魚なんですか。チヌはあの、クロダイですね。はいはいはい、まあ、正式名称というか、うん、まあ、通称チヌ、うん、だから釣りファンが多い、やっぱこう釣り応えがある魚だし、まあ、身近な魚でもあるんですけど、にしても皆さんすごい釣ってましたね。どうやって食べればいいんですか。こちらやっぱお刺身で。あ、なるほど、はい、あと煮付けとか、まあ、いいね、白身の魚なので、うん、何にでも合うって感じですかね。いいすね。じゃあ今から調理が始まるんですか。その流れじゃないですね。ないですか、はい、優勝した。はい、早手くんたちも20匹釣ったという話でしたからね。すごいですよ。釣り好きになっちゃうよね、うん、感動すればね。なんと商品には高級釣り竿など豪華なものもあったということですよ。はい、楽しい釣り大会の話題でした。うん、はい。